エクスタスオンラインは、久島まさによる日本のライトノベル作品。イラストは、平津久根が担当している。2016年9月より2019年12月まで、角川の角川スニーカー文庫から刊行された。VR ゲーム世界の魔王に転生した、主人公がプレイヤーとなったクラスメイトたちを迎え撃ちながら、元の世界に帰還するために奮闘する姿を描く。 公立南明神高校2年2、A、組のスクールカースト最低限にいる同順かける竜は VR ゲームエグゾニアエクソダスに君臨する魔王ヘルシャフトに転生した。しかし目の前に現れたプレイヤーたちは憧れの女の子、朝霧リリコをはじめとしたクラスメイトだった。彼女たちは魔王を倒せば元の世界に戻れると信じているが実際は魔王が死んで ゲームがクリアされると、プレイヤーの意識データが、現実世界の肉体に宿らず、消滅して死亡する事実を、かける流は知る。大切な人を救うため、かける流は、最強の力と禁断の力、アダルトモードでクラスメイトを迎え撃ち、魔王軍とクラスメイトの間を行き来しながら、現実世界への帰還を目指す。声は、オーディオドラマのもの。 ニエギルド・オルゼリア・京魔王軍機・ヤズカカ氏によるコミカライズ作品が月刊ドラゴンエージ2017年9月号より連載していたが2019年2月2日に作者が成居したため同年4月号からは事実上連載中止となっている2018年3月1日発売 ISBN 978 97から4から04から072597から 例2018年12月7日発売 ISBN 978から4から04から072978から7ありがとうございます。